はい、スピードディスク通販でお買い上げの皆さん、うん、ありがとうございます。僕たち、俺たち、私たちはアンガール、アンスローです。はい、アンスローです。はい、今日は、私ゆうきが司会を務めさせていただきます。はい、まあミニアルバムコーリング発売ということで、メンバーそれぞれから、お言葉を頂戴したいと思います。じゃあまず、てっちゃんからお願いします。お、曲紹介いっちゃう。いや、いっちゃう。自分よりも大切。あれ、あ、自分紹介してくれ。あの、鉄。はい。すいません。ライディングです。なんで？紹介です。いや、みんな。はい、そんなわけで、あ、ゆうきです。どうも。じゃあ曲紹介の方をね、行ってみようかと思うんですけれども。じゃあ、1曲目 SE。 はい、 SE。 はい、 SE はまあ SE です。じゃあ2曲目、はい、ブラックアウト、どうぞ。ドラン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 。お、エアドラム来た。エア、お、エアドラム、お、お、音が聞こえてきた。うわーって感じのね、はい、オープニング。そうだね、から始まり、うん、ライブナンバー、うん、打ち込みだったね。あ、そう、自分でこう頑張ってたな、あの時こんなになって打ち込んじゃね、これレコーディング風景です。そうそうそう、こんなになってね、はい、まあ、そんなになってないですけど、はい、はい、生ドラムで行かせていただきましたけど、はい、そこは、そこは、まあそれはそこ以外はそこは、まあ楽しみにしててくださいと。はい、はい、じゃあ3曲目ですね。じゃん、はい、ラストクォーター。はい、そう、2曲目のブラックアウトでこの俊敏性と機敏さを鍛え上げられた君が、ケビンさん、ケビンさん、ケビンさん、ケビン、ケビンさん、あのこの3曲目のラストクォーターによって、はい、こう、まあ、落ち着きを取り戻せる落ち着きと狂気だよね。そう、落ち着いたかと思った時にはもうすでに狂気に満ち溢れた自分に会える、会える、うん、そんな曲、そんな、ね、そんな曲そしてはい、4曲目の、アンダーザスキン、アンダーザスキン、はい、スキン、俺はメタルだよね、かなり。メタル、メタルじゃない、メタルなんだあれ。いや、多分そうだと思うよ。ああ、なるほどね。俺はメタルだと思ったけど、うん、聞きどこがね、もうそれはソロですよ。ギターソロ、ギターソロ聞け、うん、はい、すいません。はい、じゃあはい、はい、次、5曲目の、炎色の夢を、解説いこうと思います。この曲は、なんていうんだろうな、うん、ちょっとキャッチーなメロディーが、うん、いいよねまあ、新しいアンスローの片鱗を、うん、お見せできるんじゃないかな。ライブでやりたいっすよね、あとね。やりたい、うん、ライブでやりたいそうです。はい、はい、そんな感じの曲です。はい、はい、そして、じゃあ、6曲目のアライブで締まるわけですけど、コーリングしてます。これで1曲目にね、こう CD プレイヤーのリピートをして戻ると、またこう気持ちよく、いつまで続くんだと、延々と電池が切れるまでコーリング、まあまたこうね、1曲目につながっていくっていう、まあそんな
作品に、はい、なってるんですけど、まあ皆さんご自宅で、じっくり堪能してください、うん、まあそんなバラエティに富んだミニアルバムですけれども、うん、そんな、うん、コーリング、コーリングって曲はないんだけど、まあ、まあ、俺はいい曲だけど、それを、大胸筋とか、やめた。はい、まあじゃあそんなコーリングお買い上げの、スピードディスク通販でお買い上げの皆さん、ありがとうございました。はい。アンスローがお届けしました。